国鉄岐24100系貨車は、1973年に製作された、軽質なふさ専用の35トン積貨車である。私有貨車として製作され、日本国有鉄道に車席編入された。1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に車席を承継された。岐24100型は、 1973年1月7日に日本車両製造にて全車16両が製作された。落成当時の所有者は日本石油の1社のみであった。1979年10月より化製品分類番号年32が表記された。1981年11月9日に全車16両が日本石油輸送へ名義変更した。 常備駅は落成時より一貫して本和西駅であった。晩年には本席は変わらず、本州で運用された車も存在した。多岐17000系の派生形式であり、1ロットの製造のみのため形態の変化のない形式である。季節機、ドームなしタンク車であり、200方式はマンホールより、上入れ、土質管による下出し式である。積み荷の形質な差は、 低比重のため本形式のタンク容積は日本の季節機タンク貨車の中で最大容積であった。図色は黒であり、全長は 14,330mm、全幅は 2,720mm、全高は 3,859mm、台車中心間距離は 1130mm 11,、地上は18.8トン、換算量数は赤車5.5、 空車1.8、最高運転速度は時速 75km、台車は12トン車軸を使用した TR41E である。最後まで在籍した15両が2001年度に廃車になり形式消滅した。ありがとうございます。